黒カビ、必ずここで勝てなくてはなりません。イサキで先ほど敗れてしまったバンゲラ相手にイサキで2回勝たなくてはならない。さあプルアップで避けている。さあ反撃確定から、しかしなかなかパーセント稼げなかったバンゲラ。空中戦、パーセントは若干カービィ有利、しかしプリンもドリルから凄まじい火力を持つキャラクター。さあ空中上からあの空中上がワンゲラの得意技。反撃確定からしっかり着地して、さあ大回り素早いぞ、当たっている。おっと上様まだ生きてる、ギリギリ。またしても空中戦になって上へ当たるが繋がらない。ニュートラル。さあジャンプはどのくらい残っているのか。おっとアタックで切り替え、ニュートラルになってて、ニュートラル、これが意外と難しい。さあワンストック、どちらかが失いそうでしたが、おっと着地にしっかり合わせている。ここはさすがでいったところ、復帰はできるのか。おっとこれはベクトル的にまずいのでは。やはり空中試合が待っている。確かし何か当たれば、さあもう殺せる圏内に持ってきた。相打ちから、さあ注意したい、何が起きるか分からない。ドリルを落として下スマからバケツ構え、さあしっかり阻止していったワンゲラ。やはりこの2人実力拮抗している。おっと危ない、ブレイクの香りがしましたが、プリンがなかなか浮かずにガードもできないというところで、おっとドリル持続。さあコンボか、コンボは決まる。これがあるんですねプリンには。あしっかり読み勝った上様、冷静。あそこであえて着地させてからのドリル上様なんですね。ドリルドリル、なんということだ。ドリドリからさあギリギリのラインで戦っている。状況はプリン有利。さあ避けている。さあパーセント極力稼がれたくない。ニュートラルで降りていく。あ持続長い。さあこれは受けよう。おっとあわや逆に落とされるところでしたが、危ない。おっとここから大火力に、おっと当たってしまった。落としてドリル、さあ落としていった。バンゲラ優勝に王手。